バチの持ち方についてちょっと説明します。まずよくあるのが、こう引いた時にこの小指ここグッと握りしめてしまう人が多くて、そうするとこんな感じですね。重心が後ろにかかったりとか、まあ、あとはこうなってこうグッと握ってしまう方が多くてですね、とにかくバチは握らないっていうことが鉄則です。でまずここに手を置いていただいて脱力します。で幽霊のように、それであとパッと開きます。こんな感じで、こんな感じで開いてもらって、そこにこの3本にこれが引っかかって、このフックにバチが乗っかって引っかかってるだけです。でちょっとこのバチの甲にクッと反らせていただいて、もうこれだけです。でこれが落ちないように軽く親指を上から添えて、小指もそのまんまここに置いて先だけクッと曲げて、こんな感じですね。全く握らないです。でこのまんま、このようになります。これを